はい、スポーツランドスゴー、ラウンド7終わりました。結果は8位ということで、はいはい、結構また今回もスタート直前に雨が降ってきて、グリッドに行くまではもうスリックでね準備してたんですけど、まあ、本当に直前の最後5分ギリギリのところで、まあ、降ってきた雨でチームがいいタイヤ選択を、はいはい、まあ、してくれたんで、まあ、これ今回のポイントですね。天気とタイヤ選択、前回のオートポリスはドライでスタートして途中から雨降ってくると、僕らは中途半端な路面が一番不得意なので、逆に、スタート前に降ってくれたことは良かったと思いますし、その中で我々が手持ちの中ではいいタイヤも選択できて、まあ、追い上げてくれましたし、でその後、タイヤ交換して何台かはねセーフティーカー中のピットワークをできて最高のところだったんですけど、我々はセーフティーカー明けに、交代して、で雨がきつくなるんで、それに合わせたレインタイヤで出ていったんですけど、はい、いかんせん僕のペースはあまり速くなかったんで、これは今後の課題かなと思ってます、はい、まあ、ただそういうふうな中でもこのタイヤ選択というのは、今までのレースだと結果にかかわらずこうしたらよかったなというふうなのがあるんですけど、今回に関してはたらればで考えてみてもいい選択をチームがしてくれたんじゃないかなと思ってます。今回ポイント取れたのは良かったんですけど、やはり昨日の、出だしで僕が歯車を狂わしてしまったんで、そういうところを今後のレース活動では出ないように頑張りたいと思います。今回は本当にチームに助けてもらいました。はい、また最終戦、はい、はい、不得意なところと言われてるんですが、今までこう振り返ってみると富士だったりとかそういう不得意と思ってるところでも結果出してるんで、しっかり頑張ってやっていきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。あります。